7月25日の風の筑通信をお送りしています。アメリカの大学におけるアファーマティブアクションが廃止されなければならなかった理由、今日3日目です。そしてなぜその後に来るものはより良いものになり得るのか。ノースカロライナ大学のキャンパスを歩く人々の写真の説明ですね。今回の判決はより公平な入試を実現するきっかけになるかもしれない。ハーバード大学やイェール大学が卒業生や寄付者の姿勢に特別な恩恵を与えていることは、実力主義と進歩主義を愚弄するものである。新たな法廷闘争の対象となるこれらの慣行は廃止されるべきで、されるべきである。社会正義を求める大学は人心を不利な状況の代用品として使うのをやめ、不利な状況そのものに目を向けるべきである。平均的に恵まれないグループのメンバーを優遇するのではなく、貧しい個人を優遇するべきである。ある試験で貧困層出身の有望な学生に出願料免除を提供するだけで高選抜大学に入学する可能性が劇的に高まることが分かった優秀な大学は人種的優遇を維持するためにこっそりとした方法を模索しているかもしれない多くの大学は標準化されたテストの要件を取り下げようとしているが、これではテストに合格した不利なグループのメンバーに対する静かな差別を発見することが難しくなる。ハーバード大学は学生や卒業生に宛てた文書で多数意見の一部を引用し、志願者が提出した小論文に人種について書いた場合、人種を考慮する門戸を開いた。ハーバード大学は、私たちは裁判所の決定に必ず従いますといたずらっぽく書いている。ハーバードのような大学はマイノリティの学生世代をなだめすかして不誠実な逆境声明を作成させたり、裏口入学で膨大な世襲制の凡人を入学させ続けたりするよりも、より公平な入試制度をこうした方が良いだろう。ハーバードのような大学では自分たちが釣り上げた金満の多様な人種とはいえ、モノカルチャーを守ろうとするべきではない。その代わりに自分たちが主張するような真に代表的な教育家になるチャンスをつかむべきなのだ。ここではですね、結局人種に差を与えた入学を裁判所は禁止するように指示をしたわけですが、今までハーバード大学、イェール大学は卒業生や生や寄付者の指定に特別優遇していたわけですね。それは実力主義とか進歩主義に反するものだとここでは言ってるんですね。で、人種に不利な状況、人種不利な形をその考えるそのグループに対して人種を優遇するんではなくて、貧しい個人を優遇すべきだとも言ってるんですね。で、貧しい人の学生に出願料免除したらば、合格率が劇的に高まったということをここでは言ってますね。ですから、それでも人種のことを小論文の中に書けば、それなりに優遇するよみたいなこともハーバードは言ってるわけですね。で、いずれにしても裏口入学はやめるべきだということをここでははっきり示唆しています。